皆さんこんにちは、カズミーヌです。前回に引き続き今回も皆さんの質問にお答えしたいと思います。前回は屋久島までの最安の交通手段と屋久島の林業、水産業、農業についてお話をしました。今回はどんな質問にお答えするでしょうか。それでは VTR スタート。外からお届けします。はい、今回も皆さんの質問にお答えしたいと思います。それではまず1つ目、ズダン。屋久島はなんで屋久島と呼ばれるようになったのかという質問をいただきました。ありがとうございます。屋久島はこういうことから屋久島と呼ばれるようになりました。どうぞアニメーションにしたので見てください。昔々、江戸時代よりも昔の話。屋久島には薬草がたくさんあったそうだ。代表的なもので言うと、胃腸薬の画術である。そんなことから、薬の島と書いて薬の島と言われていた。そして長い年月をかけて、今の屋久島と呼ばれるようになった。屋久の島と書いて屋久島と呼ばれていたんですね。まあ、はい、すいませんでした。皆さんもよく分かりましたか？納得ですか？はい、どうでしょうか。それでは次の質問でいきたいと思います。はい、前回ジミー・リレーダさんからもいただいた質問ですね。他の方からもたくさん質問出です。屋久島のお土産など名産物というふうに質問が来たんですけども、今回紹介します。じゃん、こちらプレミアム炭酸ジュースです。炭酸ジュースはすごく人気です。いろんな種類の炭酸ジュースがあります。炭酸果実 200g、 なんとストレート果実 100% です。こういったものがすごく人気です。他にも長田の塩サイダーだったり、塩飴だとか、いろいろたくさん屋久島あるんですぜひ屋久島に来て、皆さんが思う私はこれだなっていう一品を探してみてください。はい、今回も2つの質問に答えさせていただきました。時間になりましたので、またまだまだ他にもたくさん質問をいただいてます。その質問は次の動画にてアップしたいと思います。次回もお楽しみに。バイバーイ。